こちらは IWJ 愛知チャンネル1です。原発イランガネ名古屋主催による、原発ゼロを永遠に名古屋アクション、ステージイベントが終了いたしまして、これより、デモ行進に、向かいます。次に、ドラム隊が入ります。ドラムが余っていますので、ご協力いただける方お願いします。宣伝者の前にドラムが余っていますので、ドラム協力いただける方、2回目のグループにドラム隊が入ります。実は、じゃあドラムの方は少し前の方に来てください。まだドラムが余っていますので、ぜひご協力ください。お疲れ様です。ドラムガードの後に楽器を持っている方の方を迎えます。その次に横断幕全体から手元へと通じます。全体からの下地から挑戦と出てきて、ハンドマイクでコールをぜひご協力ください。道路組合の皆さん、ハンドマイクぜひご協力ください。宣伝カーでコールをしますので、同じようにやっていただければ結構です。はい、こんにちは。ハンドマイクをぜひご協力お願いします。このままだとコールをする人が誰もいないと寂しいので、
コーヒーでもいいよ別に。車さん、すみません、ちょっと運転手のところへ。
それでは長いコースになりますけれども、少しずつ分担しながら、コールを続けていきましょう、ちょっと早いコールになるかもしれませんが、こんな感じです。原発いらない、原発いらない、再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、原発いらない、原発いらない、再稼働反対、再稼働反対、you
されています。
Thank you.
最下もうやめて。地震の
次に原発いらない。地震の国に原発いらない。仙台原発再稼働やめて。仙台原発再稼働やめて。サザンの国に原発いらない。サザンの国に原発いらない。再稼働をやめて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 。原発やめて。原発やめて。原発やめて。さよなら原発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 。原発いらない。原発いらない。電気は足りてる。電気は足りてる。電気は足りてる。原発いらない。原発いらない。原発いらない。再稼働反対。再稼働反対。再稼働反対。
にか上がっていこうか。ああいえ、この名古屋の街、揺るがすほどのサウンドでお届けするぜ。よ、ノーミュークストップ安倍政権。よ、魂のレベルミュージック。ああいえ、日差しが照りつけて機材が眩しいぜ。はい、ゆっくりと揺れてってくれ、戻ってってくれ、そして声を出してくれ。
対。対稼働反対。
Thank you.
¡Gracias!
再稼働やめて全体原発再稼働やめて高浜原発再稼働やめて高浜原発再稼働やめて
隊は、地下鉄の東山線栄駅から伏見駅の間を抜けております。こちら現在広小路 長者町という交差点から向かいます。現在真正面に、ちょっと見えづらいかもしれませんけれど、ギネスブックに登録されております世界最大級の、ラネタリウムのドームが真正面に見えております。Let's go.
Yo, 止まらねえでこの俺がテンのセッション Yo, 上げていくぜこのポテンション Yo, 先生実証やったもん勝ちのこのセッション Yo, Yo, 上げろ先生Thank you.
伝わってないんですが、誰タイさんになるのか、先ほど、メインステージが行われたところで、もう一つ手挙げるのかちょっと、こちらでは伝わってないです。ひとまず、先頭グループをかけてみようと思います。お願いします。はい、カンパの方もね、ちょっと
ょっと赤字かなみたいな感じなので、ぜひあのご協力お願いします。でまあ毎週ね、金曜日関連支社前終電前で抗議行動やってますので、あのそちらもねぜひご参加ください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、また二次会とかもね、ね、なんかどっか行きましょう。はい、はい、お疲れ様でした。はい、こちらは IWJ 愛知チャンネル1です。ただいま主催者さんによる、終了の挨拶がありました。参加者の方にお話を伺えればと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。大丈夫、カメラマン大丈夫、大丈夫です。ご心配おかけしておりますが、なんとか。どうも、すみません、メディアの IWJ と申しますが、お話伺ってもよろしいですか。お姿を映して大丈夫ですか。はい、着物じゃなかった浴衣が艶やかな参加者の方にお話を伺います。ありがとうございます。お疲れ様でした。こういったデモはの参加は初めてでは。何回かあります。過去のデモと今までのデモと比べて今日のデモ結構規模は大きかったと思うんですけれど。そうですよね。街中の反応とか見てどのように感じましたか。街中の反応ですか。そうですね、驚かれたような感じで、あと手を振っていただく方も見えて、そうですね、お手を挙げて声援を送っていただくようなそういう光景もございました。そうですか。はい、ご自身がこういったデモに参加しようと思ったきっかけってお話しいただいていいですか。やっぱり福島第一原発が爆発して、ね、必要な情報、本当の情報がすぐに私たちに知らされなくて、はい、しなくてもいい被爆までさせられて、はいはい、内部被爆や今現在ある福島の状況とか、私たちが本当に知りたい情報が全然知らされてないと思って、私たち国民一人の市民として黙っていてはいけないなと思いまして、福島のことがございましてからこういったデモに参加させていただくようになりました。同じこと言ってるんですか。はい、ありがとうございます。できる限りで結構ですね。まあこういった抗議行動とかデモとか、はい、ぜひとも参加してください。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。おや、珍しいツーショット。こちらは IWJ 愛知チャンネル1です。2014年9月21日日曜日、時刻は、17時を回りました。途中ユーストリーム上の方の、不具合だと思われますが、回線が途切れてしまいました。お詫び申し上げます。後ほど、準備が整い次第、もしくは、後日改めて再配信の方させていただこうと思っております。何卒ご了承のほどお願いいたします。それでは、原発ゼロを永遠に名古屋アクション、これをもちまして、本日の配信終了させていただきます。よいしょ。さて、本日の配信は IWJ 愛知ボランティアスタッフの萩原がお届けいたしました。 IWJ は皆様のご支援をもとに運営されております。無料会員の方はぜひとも定額会員に移行してください。懐に余裕のある方はぜひとも看板のほどを
お願い申し上げます、IWJ は皆様のご支援をもとに、運営されております。皆様のご支援がないと、成立しておりません。ぜひとも、ごめんなさい、ぜひとも、援助をお願いいたします。これをもちまして終了させていただきます。本日の配信担当は IWJ 愛知ボランティアスタッフの萩原がお届けいたしました。それでは失礼します。Thank you.